皆様、本日は第33回映画祭多摩シネマフォーラム上映プログラムタイムトラベル劇団ヨーロッパ企画の世界にご来場いただきまして、どうも誠にありがとうございます。これよりゲストをお招きしてのトークを始めさせていただきます。私、進行を務めます多摩映画フォーラム実行委員の多田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ゲストの方をお呼びする前に皆様にお願いがございます。トーク中は記録用として撮影を行っておりますが、客席のお客様による写真や動画の撮影はご遠慮くださいますようご協力をお願いいたします。それでは早速ゲストの皆様にご登壇いただきたいと思います。上田誠さん、山口淳太監督、藤谷莉子さん、石田豪太さんです。大きな拍手でお迎えください。はい、ありがとうございました。皆様お座りください。じゃあまずはじめに上田誠さんからご挨拶お願いいたします。はい、リバー流れないでよの脚本を務めました上田誠です。今日はどうもありがとうございます。はい、同じくリバー流れないでよを監督しました山口淳太です。よろしくお願いします。はい、富士屋の中井美琴役を演じました藤谷莉子です。よろしくお願いします。初期位置はホトトギスの増水客名前なんだっけ俺くすみを演じました。すみません、役名覚えてなかったです。タイムトラベル劇団ヨーロッパ企画の俳優石田豪太です。よろしくお願いします。はい、もうこの度第15回多摩映画賞において先ほど上映いたしましたリバー流れないよが流れないでよが特別賞を受賞いたしました。誠におめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。本当にありがとうございます。本当に皆さんのおかげです。ありがとうございます。はい、上田さんと藤谷さんには昨日行われた授賞式にご登壇いただきましたが、授賞式いかがでしたか？本当にね、もう華々しかったんですけど、もう一人今回番頭役の長野が出てて、ちょっとテンション間違えてたんで、いや間違えてましたよ、はい、すごい嬉しい、はい、なんか熱量のこもったスピーチというかね、ご挨拶だったのに言ってることずっとネガティブだったんで、そうなんですよ、ね、あれ世界にいるのかなっていうぐらい間違え、変な素晴らしいスピーチでしたよ。それで言うと今日のテンション間違えてないですか、お二人？我々なんかジャケットでね、そう昨日参加してない2人はなんかジャケットで来たけど、はい、えらいカジュアルな感じで。ちょっと待ってくださいよ。そこは言わない約束じゃないですか。やめてください、スニーカーですけど言わないでください。すみません。いや、昨日素敵なねドレスとか素敵でした。羨ましかったです。はい、そうで、今日も皆様には昨日の授賞式でつけていただいた多摩シネマフォーラムのスタッフが作った胸章をつけていただいて、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。手作りなんですよね。そうなんですね。つけれました。はい、嬉しいです。淳太さんね、5分ぐらいトライしてつけれなかったですからね。そうですね、なんでかつけれなかったですね。そうそう、主演女優の莉子さんにつけてもらってましたよね。見かねてつけさせていただきました。甘えました。はい、ありがとうございます。はい、はい、ということで本日は受賞作リバー流れないでをはじめ、ワクワクする時間 SF の物語を数々生み出してきたタイムトラベル劇団ですね、ヨーロッパ企画の魅力に皆様のトークで追っていきたいと思います。初めて聞きタイムトラベル劇団じゃないですよ。聞いたことない。いやいや、タイムトラベル劇団でいきましょう。そうですね、こっから乗っていきましょう。タイムトラベル、嬉しい。これ時間を操れるやつだと。そうそう、こんなこと言っていただいて、23世紀の劇団ではないですよ。はい、名乗っていきます。タイムトラベル劇団です。はい、お願いします。はい、はい、ではまず先ほど上映されたリバー流れないでよについてお話を伺いたいと思います。本年度多摩映画祭のパンフレットの中で上田さんはヨーロッパ企画は企画性に重きを置いた作品作りをしているとコメントされていましたが、今回のリバー流れないでよはどんな企画、コンセプトから作品作りがスタートしたのでしょうか？はい、企画性としては、ね、こう2分が繰り返す、36回繰り返すんですけど、というのが企画性として最終的に強いんですけど、
もともとはあの山口監督と相談しまして、あのまあ僕ら劇団なので、なんか劇団ならではの方法でこう映画を作れたらいいなという中で、まあ長回しという方法、あとまあ僕ら京都が拠点なので京都のロケーションで撮るっていう、この2つは結構 こだわりとしてあのやってまして、その中であれですね、その木舟 あのロケーションが今回お借りできたので、そのロケーションに合わせて、そのロケーションを見て、まあ、場所に当て書きするような方法で、書きまして、それでそのまあ現地に足運んで、まあ大体この藤屋さんから階段上がって、ああ大体ね、あのこう神社の上まで1分ぐらいだったんで、あじゃあ2分ぐらいあればいいかなと思って、それであの2分という時間の制約を作ったという、そういう順番で、はい、考えましたね。そういう経緯だったんですね、はい、皆様この企画最初に聞かれた時どういう感じ思いましたか？あまたね時間ものやるんだなっていうふうには思いました。もう映画あの第2弾になるんですね、泥捨ての果てで僕らっていう映画を劇団で一度作ってて、うん、で次また映画を撮ろうってなった時にどんな映画になるんだろうなと思ったら、あ時間ものか、またまあまあよしやろうって。いやいやだったんですか？あんまやりたくなかったんですか？いやいやではないけど、あ、うん、またこれやるのかっていう。でも今回は本当にねタイムループ2分を何度も繰り返す、もう分かりやすい感じだったんで、あ今回は楽しくできるかなと思ったけど、やっぱり大変でしたね。前回の泥捨ての果てで僕らがすごくこうタイムテレビっていうね、2分前と2分後が映るテレビみたいな、すごくこう設定がややこしいというかね、難しかったんですけど、今回はただただ2分を繰り返すだけかと、で記憶が残っていくんだみたいなと思ったら、撮影はやっぱり大変でした。そんな印象ですね、うん、はい、でも なんで時間もまたやるか知ってますか？なんでなんですか？タイムトラベル劇団だからです、ね。でもあの劇団員からは割とこういう声がじわじわ上がってだんだんね、またあれ板につくの早いですよ、そうなんですよね、そういうことか、はい、だそうです、はい、じゃタイムトラベル劇団の名を背負っていただきたいと思います、はい、また第3弾あるとしてもまた時間ものをやるんだと思います。そうなんですか、はい、タイムトラベル劇団なんで、はい、ぜひ期待しております。はい、はい、じゃ続きまして、リバー流れないでよは2020年泥捨ての果てで僕らに続くヨーロッパ企画の長編映画2弾となりますが、普段演劇のフィールドを中心に活躍されるヨーロッパ企画の世界観を映画で表現する際に山口監督が心がけていることや、リバー流れないでよで特に苦労したポイントなどはございましたか？あれですね、やっぱり一番いつも心がけているのは臨場感が大きくて、演劇公演ってやっぱり演じてる役者さんがその場にいたり、あのお客さんも結構大きく笑ってもらえたりとかあるんですけど、映画って割と静かに見るとか、日本はそういう文化が あったりもするじゃないですか、まあ、お行儀よくっていう。でもあのこの前この映画カナダの映画祭でかけさせていただいた時とかだったら、もうみんな足踏みして笑うんですよ、なんかとかどよめいたりとか、あのタイムマシンが初めてリバーだったら映るところで、あのオーマイゴッドとか言ったりしながらおーへーうわーみたいになって拍手とかがもう、はいはい、もう至るところで起こるんですよ。だからそのぐらいテンション高く見るというか、はい、没入して見てる感じで、これがなんかめちゃくちゃ映画幸せだなと思って、でもよく考えたらうちのヨーロッパ客の公演とかは割とそれにちょっと近いあのお客さん あの喜んでもらえてる感じが客席見てるとあるので、それに映画をどうやって近づけようかっていうので、あの長回しっていうのが一番やっぱり臨場感持ってその場にいるように体験してもらえるというか、演劇で役者さんがその場にいるのと同じように臨場感を持って楽しんでもらえることで笑いやすい環境になるんじゃないかなと思って、それをちょっと意識してますいつも、はい、
今日もねすごくだから盛り上がって、あの後ろでちょっとね少し見せていただいたんですけど、実は少しだけちょっと入ってきて、はい、途中でね、うん、はい、だから受けててよかったと思ってね、うん、もう安心しますよ、ね、中川さんが全然入ってこれないところね、裸で、はい、そうそうそう、こうなってるところ、あそこで受けなかったらもう本当にね、もう地獄ですからね、脱ぎ損ですからね、脱ぎ損、寒いだけですけど、実際寒いですからね、あれあれ本当に氷点下ですから、そうそうそう、しっかりでちゃんと裸ですしね、そうそう、演技じゃないんですよ、ね、タイツとかでもないし、あれだって本当中川さんが脱ぐって言ったんでしょ、あれね本当はもうあの元々は脱がないことになったんですよ、浴衣でやってくる、浴衣を1枚羽織ってくるっていうことになってたんですけど、うん、ご本人が、うん、ここは裸で行かせてくれかっこいい男気で、そうそう、でもそれでなんかそう面白かったん で、はい、で次からは次のシーンはもうさすがに着るだろうと思ったら次も裸で行かせてくれって言っていつ着るんか、着てくれるんかだってあの小畑先生がね、はい、あの飛び降りて、はい、先生って言やってくるところでさえ脱ぎたがってたんですよ、そうそうそうあの本当ちょっとそれは本当申し訳ないですけど中川さんに目がいってしまうんでそれはそうじゃないちょっとごめんなさいです確かにあでも劇場でこうね映画館で笑いが起こるって確かになんかそうですね、なかなかない、ね、笑い方というか笑いやすいような映画にしようしようっていつも心がけてますかね、なるほど、はい、貴重な裏話も聞けてありがとうございますはい、じゃ続きまして、藤谷さんは主演としてほぼ全てのシーンに出演されていますが、作中では2分間のタイムループを丸ごと体験し続けていらっしゃいましたね、キャストの皆さんは演じる上でグループタイムループならではの大変さなどはありましたか？タイムループならでは、そうですね、まあ、2分は大変っていうのはあったんですけど、例えば初期位置にいる時の毎回の顔っていうのが、あの意外とこれ順番に撮ってたらつながるんですけど、こうね飛び飛びになったりもするので、ほとんど順番通り撮れてないですね。そうなんです、そうなんです、なんで何やったかなと思いながら、で現場では何周目をやりますっていう風に、例えば6次6周目ですとか次13周目ですとか言われるので、13周目で12周目の終わりはどうだったっけなみたいなことを考えながらやるのが割と難しくて、1シーンだけミスってます。はい、あ、そうなんや、はい、それね僕まだ分からないんですよ、どこか。そうですか、はい、あ、じゃあ秘密してるんだそれは。そうそう、自分の中ではこれ違うな、はい、この表情違うなと思ってるところがあるんだ。なんか一周ミスったんですよね。おー、多分何週かのつもりでやりだして回ってみたら別の週やった回があって、それが2分ぴったりにできたもんですから多分 OK になっててみたいなのがあって、頭おかしくなってくるんですよね、何回も何回もやるんで、その一発で OK やったわけじゃないんですよ、しかもその回も、はい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 、さっきまでやってた週があるのに、で同じのやればいいのになんか別の週って思っちゃったらしくて、頭の中で、はい、顔がちょっと1個違うところがあるので、もう1回見ていただいて探してみてくださいそれね、ね、純太さんからあのシーンですよって言って違ったらまた気まずいですもんねあ、でもそれもありました、ね、あ、そうだった、中でね、そう、あそこですかって言われて、あ、ごめんなさい違うんですそこはできてたつもりなんです、自分で監督的にはいやいや、まあでもね、監督の OK とね、こう俳優の OK なんか違うって言いますからね、監督的にはこれで OK だと思ってた、うん、それでいいんですよ、オール OK ですだね、うん、でお客さんにもこれ話したことあって、はい、あそこでしょって言われたことって違って違いましたかみたいな、顔違いましたかならでは、ね、3カ所違うってことですね、そう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 、だからね、増えていくな、バレない気がするんですよね、なるほど、そんな感じです。石田さんはどうですか？あ、まあ、だからこれはタイムトラベル劇団ならではだと思うんですけど、そのタイムループのリアリティって何なんだろうとかね、これは難しい、まあまあ俳優ね、それはもちろん、ね、人殺したことないけど殺人鬼の役演じるとかもあるでしょうけど、あのタイムトラベルって誰もしたことないじゃないですか、うん、これのリアリティ、まあ、演劇とかってね、なんかそういう嘘が大きくつけたりするかなとかと思ったりして、お客さんもこう受け入れたりしてもらえるんですけど、映画ってやっぱリアリティ求められるじゃないですか、その時にタイムループした時にこんなテンションならないでしょみたいなって思ったりもするけど、いや俺タイムループしたことないやみたいな、そのタイムループってどういう気持ちになるんだろうっていうのは
演じてて分かんないところありますね。一回だからタイムループしてみたいですよね。でもそれで言うと今回、はい、本当にループしてたじゃないですか、撮影自体が。その確かに一回のカット2分なんですけど、うん、20回とか撮った回もそうなんすよ。あったので、やっぱり難しくて毎回川戻るから、あ本当にループしてるみたいな終わらないんじゃないかみたいな気持ち。撮影自体が、はい、それでちょっと今回リアリティ、タイムループの誰も経験したことないリアリティが表現されてるかもしれない。確かにね、うん、一番だから光景的にはリコさんが一緒なんですよ。全部全部川だから中の方がまだ状況変わってますけど、全部川に戻るからそれは確かにパニックになるかもしれない。初期位置にねずっと戻るわけではなかったんで、やっぱ撮影そのそっかそっか、ちょっと隠れててそっから出てくるとかもあったりするんで、ズルしてたんですねそうなんですよね。絶対初期位置戻ってましたもんね。そうですそうです、もう本当にそれは一番ループされてますね。ループ大変ですよ。そういうことですね、はい、ありがとうございます、はい、では続きまして1本目に上映されたサマータイムマシンブルースについてもお話伺いたいと思います。はい、先ほど上映したものはヨーロッパ企画20周年ツアーとして行われた公演であるサマータイムマシンブルース2018年舞台の映像でしたね。はい、石田さんは2001年の初演から本作に出演されており、2003年2005年の再演から13年ぶりの公演だったのですが公演当時を振り返って13年ぶりに大学生を演じた感想はいかがでしたか？いやもうそれはもう開き直るしかないというか、もうね大学生やるの、まあでももうその若い人がねこう年寄りを演じることはできると思うんです、いろんなメイクとかで、ね、大河ドラマとかでもそうやってやりますもんね。アラフォーかな、アラフォーの人間が大学生はやっぱり無理があるんですけど、まあ、それはもう開き直って受け入れていただく、こっちも楽しく大学生を演じるっていう気持ちでなんとか乗り切りましたね。そこは気持ちで乗り切った、気持ちで乗り切った全員で、はい、もう大学生やるんだぞ。見えました、大学生見えましたねえ、見えま、見えて、あ見えますかね、微妙なうなずきがそうですね、もう演じるのが楽しかったね、はい、それはもう久しぶりにこうサマータイムマシンブルースできるっていう、はい、そういう気持ちでやってました、はい、ありがとうございます。長い時間を経て同じ作品を作り上げる中で、はい、劇団としてのチームワークに何か変化などございましたか？はあ、チームワークの変化はそうですね、なんかもう最初やった時は勢いでこうすごくサマータイムマシンブルース初演の時は勢いでやってた部分もあるんですけど、アラフォーね、5年前とかになるんですかね、5年前、その時もう下手にやっぱりこうね、まあ技術もこうできたりもするんですけど、でも難しかったんですよ。昔これできてたことがあれ意外とできないみたいな、スピード感とかもそうですし、テンションもそうですし、これ昔できてたのになんで今できないんだろうみたいな、今だってね経験を積んで上手くなってるはずなのに、じゃあ昔は若かったけど、これ上田さんもよく言うんですけどね、昔は先輩なんだと、若いけど昔の方が先輩、今の方がこう、分かります昔の方が先輩なんですよ。で今は後輩としてそのね年下だけど過去の自分は先輩と思ってやろうという、そういう気持ちでみんなで臨んでた感じはありました。なんか哲学的というかちょっといいこと言いましたね、まあ、でもそうそうそうですね、だって僕らも第42回公演この間の本公演でね、うん、その時にこう42過去42作よりね自分らが先輩としていいのを作ろうって無理なんで、42人先輩がいると思っていた方が楽というかね。じゃあそうそうそう、はい、そうですね、うん、上田さんから見てそれぞれの年の回はどういう変化がありましたか？やっぱりこう2018サマータイムマシンブルースは2018年はもう本当おじいサマーというかねでもそうそうなんかねおじいサマー、そう見えないですねって話だよ、ね、違う違う、うん、でもなんかあれです、良くも悪くも本当に僕の脚本もそうなんですけど、だんだんやっぱりこう上手になってくるから、うん、無駄な言葉とかが当時なこうあ最近はあまりなくなって
全部が機能的になってて、役者の演技も全部そうなんですけど、かつての台本見返すとね、なんかこれなんでこんなどうでもいい相槌打ってるんだろうとか、なんかそういうごちゃごちゃした台本になってて、演技体も多分そうなってて、それが、うん、なんかそういうノイジーな感じが最近はあまりなんかこういろいろ分かってきたせいでやれなくなっているのはちょっとあるかもしれないですね、うん、その年その年のなんか良さがあるという感じですね。そうですね、はい、はいはい、ありがとうございます。じゃ続きまして、ヨーロッパ企画ではサマータイムマシンブルースの他にも時間 SF の演劇作品がありますが、上田さんは脚本演出でタイムトラベルを舞台で表現する際に心がけていることなどはございますか？そう、割とね、映像の方がね、映像ってまあ時間を操作するものなので、割と時間ものってやりやすいと思うんですよ。これだってこう一瞬でピュって時間戻れるんですけど、で演劇ってここでやるんで初期位置戻ろうにも一回暗転挟まなきゃいけないとか、まあ、だから演劇の方がなんだろう、制約が多いから結構時間ものって難しいんですけど、まあ、その分例えば映画だったら絶対こう例えばね、石田さん同士の会話とか、はいはいはい、だってそれだって合成でできてしまうけど舞台では絶対できないから、じゃあこっちからねはけて早替えで帰ってくるっていう盛り上がりがあったりとか、だからなんかできない、舞台の方ができないからこう面白い感じになるっていうのがあって、はい、本当にだからほんまにやりたいのは本当に石田くんがいるのに石田くんが出てくるっていう状態を舞台でやりたい、絶対なんかでずっと考えてんの、それをずっと考えてるんですよタイムトラベル劇団ですね、本当すごいですね、どうやってやればいいの、本気で無理だなそれは、本当にできないとね、タイムトラベル知らない双子の弟とかいいかなとかも、そう、うん、でもすごく M 気がある作家さんなんだろうなと思いますね、そういう意味じゃね、 S 気じゃなく、 S 気じゃなく、あ、 S 気もあるのか、あ、でも自分に対してそうやって、はいはい、無理なことをやろうとしてるわけじゃない、はい、まあそうですね、うん、でも役者には無理なことを強いるしね、まあそうですね、あ、どっちもありますね、制約好き、はい、そうですね、制約好きね、制約好き、ルール好き、ルール好き、はい、はあ、確かにね、結構裏とかでも大変な作品ですよね、きっと見てて、いや、もう毎回大変、なんでも大変ですね、大変じゃない時ないないですよね、本当に2分でやりますから、このリバー流れないでも2分以内だから、監督もストップウォッチ持ってね、うん、恐ろしいんですよあれが、モニターを見ながらストップウォッチ持って測るんですよね、うなずいたりこうしたりするでお芝居の OK とは別に時間の OK もあったりするから、お芝居でいい芝居できてもごめんなさい2分3秒なんでもう1回ですみたいな、もう一回みたいな、そういうのもあったり、団長の思いですよあれは、ですよね、やる方この2分0200の数字が出る時がどんだけ怖いかあ、短いかもしれないってなるんで、はい、それもこれも上田さんがそういう制約をそういう風に決めるんで、うん、そういうことになるみたいな、そう、だから4週目で地下のパントリーで千野さんがパニックになって、初日で撮りました、ね、そこでね、そうそう初日でね、で、おかみさんがこうね、そういうこう解放しながら頑張りましょうっていう演説する場面ね、リハーサルでやったら3分半やったんですよ、うん、えらいことですよ、ね、本当だから大体ね2分前後になってたんですよね、上田さんの脚本上そうなってて、大体プラマイ10秒以内にはなってたんです、ね、そこのシーンだけ3分半、うん、しかも初日にやってる方もなんか長い気がするなって思ってましたよ、だから脚本をなんかキロバイトでなんか測ってるらしいんですよ、そうパソコンのね、あ、まあ、普段はね、そう、ドラマとか書くとき時間決まってるんで、はい、本当に大体1キロバイト1分みたいな感じでこう、まあ、決めるんですけど、ロボットですね、ロボットのようにね、でも3分半あったんですよね、あれは なんでそんなエラーが起こったんですか、いや、でもちょっと長く書いておくんですよ、っていうのは足す方が苦しいだろうなと思って、俳優はだから長く書いといて、まあ、切っていくっていう作業の方がまだマシかなって、そんなことはない、どっちかな、どっちかな、私は足される方が楽ですけどね、ああそう、うん、切られるとそれを言っちゃいそうになるっていう雑念が入るから、なるほど、あ、僕は絶対切られる方が、
せっかく長いの覚えてたのだって短くなるわけでしょ、うん、あそっちの方が安心感あるね。役者によってこれ面白いですよね。違うんですよ、タイムトラベル劇団のによってもならではですね、違うという、はい、はい、ありがとうございます。はい、ではここからは魂映画フォーラム実行委員が皆様にお聞きしたい質問をご用意いたしました。スクリーンに映っている番号の中から皆様に好きなものを選んでいただいて出てきた質問に答えていただこうと思います。怖い。はい、では上田さんから好きな番号を選んでください。じゃあ2番にします。2分なんで2番ですね、はい、2番お願いします。はい、リバー流れないでよの登場人物の中で誰の初期位置につきたいですか。楽しい、はい、皆様にお答えいただきたいと思います。こんな絶対、はい、楽しい質問、こんなの、うん、楽しい質問ですね。2時間話せますね。これはいい、これ楽しい、皆様あるでしょうしね。あ、うん、確かにね。僕はもう絶対増水ルームですね。ですよね。あ、はい、あそうですか、はい、うん、あったかいし。そう、それ撮影場所でしょ。いやいや実際もそうじゃん。実際もね。僕はそうですね。はい、はいはいはい。山口監督。僕も圧倒的増水の前ですけど、でも同じになっちゃうんで、僕あれかな、やっぱ一人の時間好きなんで、知乃さんのパントリー。パントリー。あそこも割と要はずっと一人の空間で、はいはいはい、喧騒にあんままみれないので、いいなとは思いますかね。なるほど。私意外とお風呂、だってあれあんなバタバタしなかったらのぼせもせずずっと入れるんですよお風呂、うんうん、確かにね、よくないですかあれ、うんうん、杉山がなんでずっとお風呂入ってないかの方が私は あんな出てくる必要ないじゃないですか。ずっと劇中役にも立てないしね。そう、はい、あいつみんなにこう確かに邪険に杉山だけあんまり成長してないですよね。そう最後までずっとお風呂入ってるやつっていうキャラクターでもよかったですもんね。そう確かにね、うん、意外とお風呂なんじゃないかな。いや僕は絶対おばた、え、お、あ、お、先生、おばた先生、はい、いやだまず、まあ、僕のホットドギスの間で雑炊は、まあ、雑炊ずっと食べ続けられるってあるんですけど、うんうん、なんかちょっと関係性気まずい2人なわけじゃないですか、うん、でそれでまあね、うん、あのこうわだかまりが解けて、うん、でなんかこう良くなっていくっていう話ではあるんですけど、うん、僕これ昨日見たんですけどね、リバー流れないと、やっぱ小畑が一番このループをすごくこうなんか利用して、いい感じでこう過ごせてるんですよ、うんうん、最初すぐ理解して、うん、でなんかもうカラオケとかないのとか言いながらゆっくり過ごすみたいな、で飽きてきたらその死のうとしたりなんかして、で作家に生かすわけじゃないですか、うん、で最終小説を書き上げてるみたいな。確かに、しかもこれカットされてますけど、うん、裏で知乃さんがぬるかん運んだりしてるんですよ、はい、実はあそうなんですね。そう、はい、一番利用してるんですよ、うん、小畑先生は。裏でカラオケもやってるかもしれない。カラオケでやってるかもしれない。いやループを最大限に利用されてるっていう意味では小畑は素晴らしいなと思って。そうですよね、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ次の番号を山口監督に選んでいただこうと思います。はい、じゃあちょっと次の映画に期待を込めて3番で、はい、じゃあ3番お願いします。第3弾ね、はい、貴船で撮影された皆さんだから知っている貴船のおすすめスポットはということですが、はあ、なるほど、はいはいはい、いやもうそれはね、はい、そりゃね、あ、うん、僕はでもあれかな、でも行ける場所の方がいいですもんね。どういうことですか。あの行けないところ撮影してるところほら私有地だったりするじゃないですか結構。ああそういうことか、はい、でもとはいえ、うん、あ僕まあじゃああれですね、あの藤屋さんの2階から見たあの途中でこう空中で会話するところがあるじゃないですか、向かいの建物と、エイジさんがね最初、そう喋りかけてくる、次こっち来てくださいね、うんうん、あの空間線めっちゃ好きで、空中会話はもう絶対入れたいなと思ってたんで、あそこ結構僕好きな場面で、なんであの藤屋さんの2階に行った時はちょっと窓開けて あそこ見てほしいです。あ、はい、眺めもね、あの鳥をパッと見られるんでいいんですよね、あそこ、はい、2階のあの窓、はい、はい、
山口監督どうですか。はい、本当ベタですけどポスタービジュアルにもなってるあの貴船神社 の、 あの階段ですね。 あそこはやっぱり映画で見てポスタービジュアルで見てもやっぱり現地で見るとやっぱり感動がすごいんですよ。なんてシネマティックな映える場所なんだろうって。もうその京都いろいろ観光地ありますけど割と結構ベストぐらいのすごい眺めなんじゃないかなと思っていつも見てます。はい、もうそれはみんな知ってるからな。ああ特殊な言い過ぎて。いやいや皆さんだから、ね、ならではのです。ならではのね、まあ、より感じたってことね。そうそうそう、まあ、知ってる、うん、見たら分かります。そう、ね、僕のスポットそんなダメ出してるのかな。いやでも確かにな、貴船って本当に。え、さっき言いますか。いやいやいや、言ってくださいよ。私実は貴船出身なんですね、うん、なんで言うんですけど神社しかないんですよね。しかない。いやそんなことないでしょ。貴船には神社しかない、けど御事が途中ホトトギスのお客様に鞍馬山ですって言ってたシーンがあったと思うんですけど、はいはいはい、タクト御事が逃避行して渡った橋があるんですけど、赤い橋、あそこを渡ると実は鞍馬山の入山口になってて、ちょっとしたハイキング、そんなめちゃくちゃしんどくないけど結構由緒あるハイキング道に出るんですよ。泉式部とかが、あ、紫式部かな、あ、へ、清少納言かな。誰ですか。出身なんですよね。そうそうそう、そういう人がなんか歩いたなんか道があるので、なんか実は泉式部かな、そうですね、清少納言、清少納言ですか。清少納言もいるんですけど、清少納言が歩いた道があるんで、そこかな、あのここに出てないとしたら、そこからこう鞍馬の山の方に上がっていただくっていうのが、ちょっと今度気分で行った人は、はい、ね、トライしてみてほしいですね。そうですね、うん、私はやっぱりもう冬の気分ですよね。あの夏、こういう映画でも言ってますけど気分夏だと思ってたんですよ。本当に夏行ったことあって、川床がすごくいいんですよね。川床でご飯いただくのが。冬の貴船は知らなかったんですけど、すっごいですよ。まあ知ってるでしょうね、映画見たから。そういう映画やったからな。、はい、スポットじゃないですよ。まあスポットで言うと、はい、でも川床は出てないですもんね、冬はね。ああ、出てないですね。スポットで行くとないんですよ、本当に貴船は。何にもない。映画だから知ってるって言えば、本当に藤屋さんにずっといさせていただいたんで、ぜひとも藤屋さんでお食事されるっていうのが、あのもうそれだと思いますね。はい、じゃあぜひ皆さんにも行ってみてください。行ってみてください。はい、うん、まあ本当にね、はい、うん、はい、じゃあ次藤谷さん番号お願いします。はい、じゃあ23と来てるので4番で。はい、じゃあ4番お願いします。はい、はい、サマータイムマシンブルースのように、ある日突然タイムマシンが現れたら乗りたいですか、また乗る場合どの時間に行ってみたいですか、というお願いします。はい、はい、どうですか。うん、僕はまあもう1分前ですね。で、そうすると先にここに現れるはずなんで、で、あ、1分後から来たよっていう俺がまず来て、わあ来たかってなって、で俺がその後1分前に行くっていうはずなんで、っていうのをやりたいですね。このミニマムタイムやりたいの、やりたいです、ね、なんでやりたいんですか、それを。すごいな、それもう 近い時間で使うっていうのはやっぱりいいですね。あ、はい、へえ、うん、不思議。はい、ショールークですね。はい、僕は乗らないですね。乗らないんですか。乗らないです。タイムマシンが出てもですか。はい、みんな乗ってるんですよ。お譲りします、本当に。やっぱ魅力的じゃない人物ですね。なんでですか。乗るでしょ。乗るでしょ。だからやっぱ知りたくなくないじゃないですか。いや未来はあれやけど、過去とかはいけるじゃん。いや過去も、うん、多分美化してたもんがリアリティとしてそこに現れたら、まあね、なんかこうほら、ね、イマジネーションの世界が
なんかもうなんかチンプになってくるかもしれないんで怖くて乗らないです。マジか。確かにあのね、はい、入れ替わる鉄砲隊とかくちゃくちゃかもしれないもんね。そういう歴史のね。歴史のそれね、うん。乗らないということね。はい。じゃあ次どうですか。そう、いや乗りますけどね。私は未来にも行ってみたいですけど、まあでも未来だったらどこに行くかって決めきれないので、多分。私劇団の一番新しい劇団員でその入ってすぐなんですけど、本当にちょっと過去作品、生まれたばっかりの時とかの過去作品を見に行くかなと思いますね。うわ、いいですね。すごいね、劇団員としてなんかすごい優秀で嬉しい。タイムトラベル劇団員として優秀な。本当に優秀な、はい、第一回公演見に行ったりするってこと？はい。鏡ですよ。鏡みたいな。新劇団員なんだよね。いや私でもまあ確かに未来は怖いんで、まあ僕もそうですね、親の馴れ初めを見に行きますかね。そう。自分のすごいね。自分の父親とか母親が出会ったところとかね、自分が生まれてるところとか見てちょっと泣いちゃうみたいな。はい。ドキュメンタリーとかも結構好きなんで。ああ、そうなんですね。そういう気持ちで使わせていただきますかね。なんか自分のメモリー的な、ね、メモリーを見に行く、はい、はい、未来はちょっと嫌ですね。なるほど、はい、ありがとうございました、はい、では最後に石田さん番号をお願いします。あ、じゃあゴータの5番で。はい、じゃあ5番お願いします。ゴータの5番ね。ゴータの5番。サマータイムマシンブルースのタイムマシンはドラえもん型、リバー流れないでよのタイムマシンはロケット型でしたが、上田さん、山口監督は作品に登場するタイムマシンのモチーフについてこだわりはありますか？また藤谷さんと石田さんは SF 作品で好きなタイムマシンはありますか？そんなにタイムマシンって登場するんですか、映画で。え、何ですか？映画でタイムマシンって僕のには大体登場しますけど。そうですね、はい、はいはいはい。あ、でもなんかね、あの今そう、あの時をかけるな恋人たちという、うん、あのドラマも時間もの、あ、山口さんもね監督してもらってますけど、はい、あれはなんかこう、はい、スクーター型っていうか、なんなスクーターじゃないな、あれなんていう、キックボード型、ね、キックボード型、タイムボードっていう、タイムボードという名前、あれはなんとなくちょっとこう、何、恋人たちが要は違法トラベルをするものなんで、うん、なんかちょっと二人乗りしてるこのちょっと悪い感じっていうか、なんかそういうので、なんかあんまりきっちりした乗り物よりはこうそういうものがいいなとか、なんかやっぱりこう作品に合わせてなんかデザイン、そうなんですね。あれ結構上田さんのこだわりでそういう風になったんだ。そう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 、そうなんですよ。知らなかったです。はい、なの でこれはだからなんとなく今回のね、リバーはちょっとこうね、この神社にちょっと溶け込んでそうな、はい、そうです、それが一番テーマでした。そう、あそこにあって、はい、浮きすぎない、あれあそこになんかつるっとした銀色のもタイムマシンみたいなのがあったら、はいはいはい、明らかにちょっとそう、ね、異質物ですけど、あれがあるならちょっと横目にちらっと入っても、まあ見逃せるかなぐらいの、まあ、まあ確かに観光客の、ね、うん、方たち実際撮影中もそんなに気にしてなかったですよね。そうそうそう、気づきましたみたいな。そうそう、あれ最初の方のカットで実はタイムマシン映ってるって知ってました？あ、知ってる、あ、うなずいてる人いる。これ石田さん昨日気づいたんですって。知ってた？映ってるの。はい、台本に書いてあるからな。書いてあるし、そうそう、光ってますしね。脚本に書いてるんですよ。うん、そうなんですね。読んでないですね、とがきをちゃんと。いや、知らなかったんですよ、映ってるの。あらあら、知らなかったんですね。あそこで演奏してるんですよ。シューンって音がよく聞こえちゃったんだ。だからつくんですね。うん、はあ、そうです、そうです。知らなかったですわ。知らなかったんですね。はい、いかがですか？でも私あれがロケット型っていうことに今気づいたんですけど、今回のリバーのタイムマシンすごい好きですね。思いつくのはやっぱドラえもん型なので、うん、そうですね。でもロケット型が好きかと言われるとちょっとどうなんだろう、どうですか？いや、さっきからなんか劇団員として優秀な答えばっかり言ってるなみたいな、もう完璧じゃん。真面目なんで、ねが、すみません。僕はもう普通にやっぱ
デロリアンですかね。やっぱりもうそれがやっぱデロリアン好きです私も確かに。いやそうですよね。確かにそうだよね、うん。やっぱタイムマシンと言ったらもうあれのイメージがあってデロリアン、うん、あれに乗りたいかなと思って。でもあれも絶妙にどの時代行っても馴染んでるんですよ。なんかありあってまあまあ。まあ車ですね。あれ好きですよ。あるのかないのかないんですけど、うん、腕時計型、はいはいはい、はかっこいいなって思います。ピッピッピッシュンみたいなのはそうす、ね、かっこいい使いたいですね、うん、いやだから結構時間移動ってね、何その空気抵抗とかがあるのかとか、うん、そういうのってわからないだけに結構ねデザインが各監督とか作り手の、まあ、こうイマジネーションを割と表すものなのでね、面白いなと思いますね。本当そうですよね、うん、確かに、はい、意外といっぱいありましたねタイムマシンの形。本当ですね、はい、ありましたね、はい、ありましたね、はい、ありがとう、貴重な話ありがとうございました。はい、まだまだちょっとお話聞きたいんですがちょっとお時間となってしまいましたので、はい、ここで多摩映画フォーラム実行よりゲストの皆様へお花束をお送りしたいと思います。皆様一度お立ちいただいて前にお願いいたします、はい、あ、マイク置いていただいて大丈夫です。はいはい、今日はお越しいただいて本当にありがとうございます。あ、後ろから花が来ますはい、ありがとうございます、はい、続いて映画祭オフィシャルカメラによる記念写真を行います。じゃあ皆様もう少々前にお立ちいただいてちょっと真ん中にキュッと寄っていただけますでしょうか。はい、ではまずあちらの真ん中のカメラお願いします。あ、申し訳ございません。客席の皆様もこのお時間取っていただいて大丈夫です。はい。ね、ぜひ本日のプログラムの感想とともに SNS にアップしていただけたらと思います。はい、じゃ続いてお隣のカメラお願いします。はい、大丈夫ですかね。はい、ありがとうございますじゃ続きまして今日は特別に本日お越しの皆様とご登壇いただいたゲストの皆様の集合写真を撮りたいと思います。舞台上からこちらの写真、集合写真は多摩シネマフォーラムの公式 SNS にアップさせていただきますのでご了承ください。もう一度あ、皆さんなんか手振ったりして楽しく写ってください
はい、ありがとうございました。はい、それでは最後に皆さん、まあ、お一人ずつ一言最後お願いいたします。僕からかな、ね、いや本当に、ね、もうここに来てくださってる皆さんを見て、この会場がいっぱいになってる皆さんを見て、本当にずっとヨーロッパ企画やってきてよかったなってすごい実感しております。本当に皆さんのおかげでこうやって活動できてて、タイムトラベルものばっかりやっててもこうやって皆さん来てくれるのが本当に嬉しいです。これからもこういうことずっとやり続けてまいりますので、どうぞヨーロッパ企画よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、藤田先生お願いします。昨日の授賞式からもなんかずっと夢を見ているような心地なんですけれども、さっき後ろでちょっとだけ本編をご一緒に見させていただいた時にとっても皆さん笑ってくださってて、私5回ぐらいその客席でこの映画見てるんですけど1回も受けてなかったんですね、その時は。なんで今回やっとあ、リバー愛されてるなっていうことに気づけまして本当にありがたかったです。そして今 もう見えてるんですけど、たくさんサポートしてくださったクラウドファンディングにご協力いただいた皆様に本当にお礼を言いたいです。みんなでなんか受賞したようなそんな気持ちがしています。本当にありがとうございます。ありがとうございました。では山口監督お願いします。はい、もうお二人と同じ思いで本当に感謝申し上げます。多摩映画祭さんにですね、今回初めて日本で賞をいただくことができました。これはもうひとえにですね、映画をたくさんここまで盛り上げていただいた、皆様のおかげでございます。それが実行委員の皆様にも伝わって、で、皆さんに救い上げていただいて、こんな晴れの舞台に立たせていただいております。まあ、本当リバー頑張ってみんなで作った作品で、僕らは本当にいい作品ができたと思っておりますので、実はこれまだ下北沢で上映が続いておりますので、もし今日初めてご覧いただいた方お気に召していただけましたら、まだ2度3度劇場の方に足をお運びいただければ幸いです。今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。最後上田さんお願いいたします。はい、僕ら劇団なので、まあ、こう映画の何でしょうね、映画をずっとこうメインにして活動してきたというよりは、少しこう映画とは離れたところにいるので、なんかそんな僕らだからこそできる映画を作れたらなって思って、なんかそれでこういう映画もあるよっていうのをこうなんか僭越ですけど提案していけたらいいかなと思ってやってるところがあり、そんなこうね作品をこうして映画として認めてくださった皆様には本当に感謝に耐えません。幸せすぎてちょっとこれねタイムループしてさ撮影が中止になって大雪の夜に戻らないことをちょっと願うばかりです。はい、本当にありがとうございました。はい、皆様ありがとうございました。以上で本日のゲストトークは終了といたします。上田誠さん、山口純太監督、藤谷理子さん、石田豪太さん、本日はお忙しい中お越しいただきどうもありがとうございました。皆様大きな拍手でお見送りください。はい、ありがとうございました。